前回からの、まあ、続きといえば続きなんですが、煽り運転の問題、もうワイドショーですね、ニュース番組というよりか毎日ほぼ取り上げられてた1週間かなと思うんですけど、他にあまり報道することネタがないんかなって思ってしまう時ないですか？なんか困ったらゴミ屋敷取り上げてる気もしますし、で今回その全国各地でいろんな煽り運転の、まあドライブレコーダーで動画が撮れるようになったから報道される機会が増えたんだとは思いますけど、まあ今一気に叩いとこうというのもありだと思いますけど、ちょっと過剰かなと。でそのゴミ屋敷もやっぱ全国にいるんですね。で取り上げたら数字が取れるんですかね、わかんないですけど、結構な頻度で見るなぁなんて思うんですが、でこの間ですね、フジテレビの特ダネを何気に見ておりましたら、こう映像最初にこのこれはドクタースランプあられちゃんのなんかキャラやったかソフビーやと思うんですけども、なんか最近うんこが流行ってると、まあドリルとかもありましたけども、でうんこミュージアムという場所が今流行っててということを取り上げていまして、ずっと報道されててね。でたまたまその映画のワンピースの声優を務めたユウスケ・サンタマリアさんと指原莉乃さんとかもゲストに来てて、ワイワイこのうんこについてちょっと盛り上がってたんですけども、あの小倉さんがそのいやちょっとね遅めのお食事をされてる方もいるかと思うんですけども、すいませんねと、もうこのコーナーは終わりますのでゆっくりうんこを召し上がってくださいって言った言ったんですよ。ほんまにもう周りもちょっとこう失笑というか笑うしかないっていう雰囲気に僕は感じ取ったんですけど、ゆっくりうんこを召し上がってくださいって言ってしまった小倉さん、72歳とからしいですけど、もうそろそろ潮時なのか引き際なのか。この間その天気予報士の天達さんを10分ぐらい早く間違えて天達って呼んでた時もありましたし、まだ次のコーナーがあって山崎さんアナウンサーが訂正してましたけども、うんこをゆっくり召し上がってという発言はちょっと衝撃的でしたね。そんな趣味がいやいやどうなんかなとかね、いろいろちょっと考えちゃいましたけども、前回からのつながりでワイドショーでちょっと最近びっくりしたことを話してみました。そうこうでした。さよなら、バイバイ。